ホームで5試合連続引き分けの11位ビファーレン長崎。前節今シーズン初の連勝を飾った12位コンサドーレ札幌を迎えての一戦。勝ち点27で並ぶ両チーム、まずはホームの長崎が仕掛けます。野田のクロスに佐藤浩一、対する札幌は14分、新野がボールを奪うと、最後は砂川は2試合ぶり今シーズン4ゴール目。札幌が3試合連続で先制します。今シーズン先制した8試合は負けなしの札幌、直後の15分には再び砂川。その後両チーム見せ場なく迎えたアディショナルタイム、札幌は奈良に決定機、しかしここはキーパー大久保に防がれます。エンド変わって長崎の反撃、57分、野田のシュートは河合がラインギリギリでクリアします。ピンチをしのいだ札幌は71分、途中出場の戸倉がゴールに迫りますが追加点とはなりません。ほとんどチャンスを作れない長崎は90分、神崎が狙いますが枠を外れ試合終了。開幕戦以来のアウェー勝利を挙げた札幌はこれで3連勝、一方長崎は4試合勝利なしです。